はい、どうも東海オンエアの哲也です。今日ちょっとお知らせがあって動画を撮ってるんですが、三脚がなかなか言うことを聞かない、そんな日々。いけるかな。はい、ということでですね、ああもうお知らせというのが、明日12月21日の土曜日、名古屋の白川公園で、愛知県で活躍する YouTuber の森田純太郎さんという方がオフ会を開くんですね。そこに僕ら参加させていただくよというお知らせの動画です。僕とメンバーの芝優というね、ちょっと変な髪型のやつがいるんですけど、そいつと二人で参加させていただきます。森田純太郎さんは愛知で活躍する YouTuber で、チャンネル登録15,000人、約15,000人、 Twitter のフォロワーも6500人とね、非常に人気者の YouTuber さんで、こう胸を借りるつもりでね参加させて、もみあげが、そんな感じで参加させていただきますので、この、よろしくお願いしますという動画でした。もし明日行く方でこの動画をね見てくれてる方がいる明日行く方でこの動画を見てくださってる方がいらっしゃれば、もしそして本人様がもし見ていただけてたら、明日はねぜひ僕らと仲良くしてほしいなと思います。ということで、僕今これ、ね、この名刺があるんですけど、この東海オンエアの哲也と、属性は神です。これをたくさん作ってますので、会った方にねたくさんお配りできればなと思っております。攻撃力も3500と、とても使い勝手のいいカードとなっておりますので、ぜひもらってあげてください。たくさん作ってます、今たくさん作ってます。はい、という LINE が来たね。参加する時の格好なんですけど、多分上着は着てますけど、この、ね、ご飯 T シャツ、いつもこの格好で動画を撮ってるんですけど、これで、まあね、中に着ていこうかなと思うんで、頃合いを、まあずらしちゃった、もうまた、ということで、もう、はい、ということで、明日一緒に会う方はよろしくお願いしますという動画でした。森田純太郎さん、もし見てくれてたら、明日はよろしくお願いいたします。はい、もみあげが